元気出していこう、てっちゃんねる。元気出していこう。あけましておめでとうございます。てっちゃんこと荒川哲夫です。あけましておめでとうございます。川島みるです。元気出していこう、てっちゃんねる。この番組はてっちゃんこと大阪市立大学名誉教授で医学博士の荒川哲夫先生と一緒に病気や健康のことから身近な話題まで幅広くお届けいたします。大阪を元気に、さらには大阪から関西を盛り上げようという番組です。今日も最後までお付き合いください。この番組は小野薬品工業の提供でお送りします。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい。小野薬品。ではてっちゃん先生、今日のテーマを発表してください。はい、今日のテーマは京料理の神髄を知って大阪と関西を元気にというテーマでお送りしたいと思います。今回は京料理です。実はですね、先日このスタジオを飛び出しまして、てっちゃん先生と私京都に行ってまいりました、はい、ね、一体どこに行ったのでしょうか。それではお聞きください。というわけで我々京都にやってきております。てっちゃん先生、もうええ塩梅ですね。もうね、まあ、まだあの料理半ばなんですけどもう満足がピークに達しててね。そうなんです。もう本当美味しいです。はい、我々京料理木の部にお邪魔しております。はい、というわけで本日のゲストに登場していただこうと思います、うん、木の部主人の高橋拓司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こうね、あの、料亭のね、主人って言ったらなんか難しい顔したね、あの頑固そうなおやじさんが思ったらめっちゃくちゃイケメンのこんな若い方がね、頑固ですよ頑固は隠してる、頑固は隠してる、爽やかさで隠している、はい、ジャニーズ系やもん。ジャニーズもうね、てっちゃん大絶賛なんですよ。もう50くつだってジャニーズ系はないと思うんですけど木の部さんです。あの樹木の 木ですね。 木に、うん、簡単な方の木に乃木坂のの、そしてご婦人の夫人、ね、木の部、もともとはおじい様の代から、はいはい、そうです、はい、紀藤さんという木に富士って書くお店、はいはい、こちらの方で17年間修行していて、祖父 の、 あの母親がそこの娘さんなんですよ。それで木をのれん分けしていただいて、はい、で私の祖父の名前が元信と、うん、元旦の元に信じるなので、はい、木に信じるで木の部やったんですね。あ、なるほど。あ、はい、仕出し屋の頃はその木に信じるでやってたんですけども、うんうんうん、あの料理屋さんにするっていうので屋号を少し言葉を変形させまして、うん、で乃木坂の王に夫人の風をちょっとこう変態がなって言いますか、ぬーみたいなねーみたいな字に点々にして木の部という、うん、もう何年ぐらいになるんですか。うちとこは、87年ですね、うん、はい、87、はい、でもやっぱりお客様お客様に応じて、はい、やっぱりもういろいろこう出す食材だったり器だったりっていう、うん、そうですね、うん、あのなので一番初めは、まあ、一番得意な料理とこう出ししたい器の組み合わせを出します。はい、うん、アメさんに何回か来ていただくとですね、うん、もう履歴が全部書いてありますので、あの口やかましいとか書かれてるわその時にお出した献立と、はい、どなたが一緒に来られたかと、うん、器も書いてありますし、はいはいはい、サービスのスタッフの名前と、それからまあ感想ですよね、お部屋と浮き軸と、うん、まあ、そういうものを全部書いてありますので。あ、そうなんや。メニューみたいなのくれなかったじゃないですか、はい、あれなんか理由あるんですか。途中で変えてもいいように。そうなん。いや、そのお客さんの食べ進みってありますわね。あ、で、あ、これちょっと食べ進みが悪いなとか、ああそうな、お客さん途中でこういう人来たはったんやっていう時に、うん、あの変更できるように、あ、そうな、うちはこの手出してない。これあの医療の世界で言ったらね、はい、まさにこれね、個別医療ってね、はい、今目指しているところなんですよ、はい、今まではもう同じ薬で治療効かない人と効く人があるねんけども、はい、今は効かない人に対してこの人にどんな治療が効くのかっていう個別のね、
カスタマイズってやつですね。そう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 、はいはい、これはもうまさに革命児ですよ。医療も料理もカスタマイズの、うん、そうですね、時代なんですね。そうそうそう、高橋拓司さんは、はい、ワインのソムリエの資格も持ちなんですね。はい、そうなんです。30ぐらいですから25年ぐらい前ですかね。まだ京都でワインが流行ってなかったです、全く。祇園の割烹でもワインが置いてない頃にちょっとワインをちょろちょろ置き出して、うん、だって和食には合わないというなんか変な、はい、常識みたいな思い込みがあるんですよね。そういうこともあったんですけど、フランス料理のお客さんをゲットしようかなと、そういうこともありますし、やっぱりワインをこう取り入れることで料理も変わってきますわね、それで。ですから、まあ料理のこう幅を広げるっていう意味でちょっとワインを出しさせていただこうというふうに思ってやってました。例えば赤ワインに合う、はい、ここの、ね、料理とかどういうのが。そうですね、あの鴨肉を炭火で焼くんですけど、うん、それに赤味噌をベースにして、うん、キノコをいくつかこう刻んでですね、赤味噌でくつくつ炊いて、おそれから大葉の葉っぱで、うん、その上でこう焼きながら鴨肉を食べてもらうっていうのが、うん、なかなかめちゃくちゃうまそうやな。合いますね。あーなー、自分でやろうと思っても絶対できへんね。そう、てたですね、料理がすごいお好きなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ、はい、うん、あの決してうまくはないねんけどね。いや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 、ものづくりに似てるじゃないですか、料理って。そうですね、あの例えば作ってみて、はい、あこれが足らんなと思ったら、はい、なんか加えてみたりとかして、はい、やってる最中に、うん、その辺であの店の子がこう料理作ってたら、うん、あそれちょっと1個貸してみって言って、うん、料理にはめることもあるんで、偶然できるような料理もあるんですよ。あそうなん、そうなんです。だからお品書きかかれへんわけやね、急にね、そう思いついてやる時もありますし、 あとはまあお客さんの好みとかで、うん、割とこう思ったよりも若い人が多かったりすると、うん、ちょっとまあ一品増やして、うん、ちょっとボリューム出そうかとかいうのも途中で調整しますし。あそうなん、そんなんなんですよ。でも酒飲みからしたらね、お品書き出たくなくても、はい、最初はこのお酒がおすすめですよとかね、はい、この辺でワインどうですかみたいな、はい、そういうのがあったらちょっと計画的に計画的にお酒、なるほどなるほど、計画をしたいと、まあ、まあそうですね。あリクエストですね、これは酒飲みからのリクエストなので。なるほどなるほど、一応3種混合ぐらいやるんですけどね、はい、お酒のリミットってあるから、あのちゃんと計算してこうやっていきたい。なかなかでもそういう通のお客さんで少なくなりましたよ、合わせてとかいうのは。あそうなの。それもおすすめのお酒なんですかっていうパターンが多いですよ。あ辛口でとか、あちょっと甘口でとか、あそうなの。その程度でちょっと辛すぎてだからちょっと、うん、これに合うお酒で辛口の鍛錬ちょっと新潟のとか言う人いませんもん。へ、うん、えー、そんないませんよ。あそうなの。いません言い出したら酒の量増えるだけ。増えるだけ。そうね、リミットの中でいかに合わせるかということに気をつかけてるんですよね。だからあのチラッと聞いてはりました、この後ちょっと流れだけ教えてくれて、ね、そうでもちょっと今までいただいてみて、今途中ですけどワンモノまでいただきましたけれども、ね、うんうんうん、どうですか。いやもうね、いやこんな和食の店がね、はい、あるんかって。僕はあの歌舞伎界のね海老蔵みたいやな思う。わー、拓司さんがそれを褒めてるんですか。いや違う違う、海老蔵ってなんか悪いの、最近の海老蔵さんです。最近の海老蔵さん、最近の海老蔵さんです。褒めていただいてます。はい、褒めてます。そうだからありがとうございます。あの革命児やんか、うん、ね、本当に本当にね、嬉しい。そうでしょ、はい、すごいすごい、ね、これでもせっかく1月2日お正月の放送ということなので、はいはい、で我々あの実は12月にこれもね、あそうそうそう、来ているんですけれども、うん、はい、お正月からの起動部はどのような、うんはいうん、そうですね、はい、1月はさほどその毎年買えないもんなんですね、うん、定番のですので、うん、まあ、お椀仕立ても雑煮はおすましの、まあ、エビ春秋の上にうっすらとお餅をかぶせて、ごぼうを真っ黒に炊いて、はい、金時人参を真っ赤に染めて、はい、それから黄色の柚子を乗せてと、はい、で餅の上には金箔を貼りまして、そういうあの雑煮は目立たそうで、めっちゃ目立たそう、ザ正月みたいなおわんか、もしくはあの他府県から来られたお客様にはちょっと白味噌の鴨まんじゅうのそういう仕立てと、京都らしい、そうらしい、からしをちょっと止めてと、
いうふうな、その2パターンで、うん、進めると。へえ、まあ、正月になりましたらちょっとこうめでたいので、ふぐ、ふぐということで、ふぐ、あ、ふぐとして、なのでふぐを少しこうお料理に入れさせていただいたりと。で、福の字のお皿がありますので、はい、その福の字が透けるように、うん、フグの鉄砂を引いて、開けてから、うん、フグの白子を入れてみますから、はい、それと一緒に、まあ、召し上がっていただく。てっちゃん、これ大変ですね。来月もこれ、この後毎月分けないとね、やっぱり年の暮れはまあカニを出して、ね、年明けたらフグ出してっていうこと。なるほどね、素晴らしい。そういう感じでさせていただいてますけど、はい、ね、この番組は大阪を元気にというふうにね、そうそうやっておりますけれども、うん、京都もやっぱりもうコロナでやっとこれからちょっと観光客も戻り始めてという感じでしょうかね。もみじがね、こう綺麗に色づくと、うん、まあ、お客さんもいらっしゃって、うん、まあ、11月は結構調子良かったですよ。ああ、そうでしょう。よかったですよ。はい、ありがとうございます。お正月らしく穏やかにお届けいたしましたけれども、はい、田口さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。まだまだ料理続きますね。はい、そうなんですよ。はい、食べたい。はい、食べたい、食べたい。では、てっちゃん先生、締めの一言お願いします。そうそうそう、はい、本日の締めの一言です。日の部への。日の部への。いろは踏みしめ。いろは踏みしめ。下包み。下包み。ちょっと紅葉入ってますね。でしょ？はい。僕はイロハね、1から、うん、はいはい、で意味と、はい、イロの葉っぱのイロハ、すなわち紅葉、紅葉、はい、うん、この2つの言葉をイロハにかけたんですけど、はいはい、いかがでしょうか。いいと思います。ありがとうございます。無理やり言われたけど。というわけで、今日は京料理木の部にお邪魔しまして、主人の高橋拓司さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい。小野薬品。元気出していこう。てっちゃんねる。番組では健康についてのお悩み相談、てっちゃん先生に聞きたいことなど、皆さんからのお便りを募集しています。メッセージをご紹介させていただいた方には、てっちゃん先生のあなたの主治医が名医に変わる本を差し上げます。メールの宛先はアルファベットで TE 数字の2で、てつ @obc1314.co.jp、 ファックスは 06-6577-0301、 おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪元気出していこうてっちゃんねる、こちらでお待ちしています。また番組のホームページからは過去の放送をすべて聞くことができます。よかったらアクセスしてみてください。元気出していこうてっちゃんねる、ここまでのお相手はてっちゃんこと荒川哲夫と川島あみるでした。それではまた来週。この番組は小野薬品工業の提供でお送りしました。お聞きいただきましてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。